はい、どうも、ジョジョです。どうも、トロです。そして、ヤマタですね。はい。はい、今日はですね、田口スポーツに戻ってきまして、はい、ドータさんから、この動画のために準備しとくよと言われたグローブがあると。はい、あ、ありがとうございます。で、はい、メーカーがリュウ。はい。とあと自分がちょっと気になってたのが、うん、周東選手の外野手用が新型になるんですか。新型です。あ、はい、ちょっとその辺の解説もですね、はい、してほしくて。わかりました。しかもその準備してたグローブがすごいめでたいんですよね。めでたい、すごいめでたい。しかも1回も SNS 出してないんですよね。出してない、はい、で、この動画がその動画上がった次の日からみたいな。あ、で、店頭でみたいな。どういうそのあれなんですか、凄さがあるんですか、それには。ね、限定とかいろいろリュウさん出してると思うんですけど、ああります、ね、はい、それ以上というか、まあ、その限定でも出たことがほぼないもので、はい、今オーダーが始まったんですけど、あ、はい、でもそのオーダーでもできない。お、できないです、はい、できないし、しかも問い合わせが多いです、はい、それできないですかって。それが来てるんですね、今日、はいはい、今箱が2個あるんですよね。そうです、箱が2個あるやつは一緒なんですか。同じです。あ、同じのが2個ある、うん、分かりました。しかもこれ僕がこういう風にしてほしいって言ったんじゃなくて、お任せでって言ったらそうなったんです。なるほど。え、じゃあ色とかも、はい、色とかも全部型もお任せ。あ、そうなんですか。っていうのでとんでもないのが来た。なるほど。じゃああの箱に入ってるってことですか。そうです。じゃあ今から開けてもらいます。はい、はい、お願いします。はい、はい、というわけで、うん、この2個が、はい、その超限定グラブ。そうです。はい、まあ、中は一緒ですもんね。同じです。じゃあ1個でやりたいですね。はい。小田さん見たんですか。見ました。おお。もちろん見ました。あ、この場で。あ、はい、皆さんにはちょっと初公開みたいな。はい、いやー、楽しみですね、これは。お、え、すごいっすね。これ、はい、ね、色っていうよりかは、はい、そのバックスキン。バックスキン、はい、はい、バックですよね。おー。バックってこう、はい、昔のオーダーの時に一時期やってたんですよ、リュウさんって。はいはいはい。で、それがあったんで、皆さんオーダーでできないんですかっていう問い合わせがあるんですけど、もともと対応してないんですけど、はい、今回のためにあのサプライズで。サプライズ、はい、っていう感じですね。本体カラーは何になるんですか。これ、まあサックスですよね。で、カンっていう新しい縦型の投手が出たんですけど、はいはいはい、そのモデルになります。あ、なるほど、はい。で、レースとヘリカワとが、はい、オレンジ。オレンジですかね、はい、まあ多分赤オレンジ系だと思うんですけど。赤オレンジ系、はい、これ右投げが2個ですか。右投げ2個です。はい、なるほど。これヌバックって、うん、あの松坂投手が青の時使ってたのはあれ違うんですか。あれヌバックじゃなかったですかね、多分。そうそうです、ね、はい。じゃ、それで、うん、これはその同じヌバックのスカイブルーサックス系。はい、まあその、はい、この前まで出てたのはこういう矢澤選手とか、はいはい、ちょっと左なんですけど、はい、あのファイターズはですね、で彼はこう横型のこういうちょっとこう横に潰す系の投手を使ってたんですけど、うん、はい、この缶っていうのが出たらもう全然やっぱり違ってて、こういう感じでこう、うん、あ、全然そうですね。ですね、まあ、こっちはちょっとボックスみたいな雰囲気があるので、はい、結構ねこの縦型をいろんな使い方したいっていう人がいてですね、まあ、ソフトボールとかでも使いたいっていう人もいれば、はい、まあ、こう掴みっていうのがやりやすいように設計されているので、はい、あのフィールディングもしやすいかなっていうふうに思ってます。これ小指に刺繍が入ってるじゃないですか、はい、あ、そうですね、ちょっとこうあのリュウファミリーっていうふうに入れたんですけど、これはリュウさんがやってくれたんですか、うん、だから僕は入れてくれっていう。あ、これはそうなんですね、はい、ちょっとなんかあの転売されるとなんか悲しいんで、あ、これを見てですね、確かに家族だったら売るのは違う、まあ、ちょっとなーっていう、やめとこうかなーっていう意味でちょっと入れさせていただきました。なるほど、はい、ウェブはこれ2ピースになるんですか。これはちょっと違うんですか。そうです、あの2ピースなんですけど、これも缶っていうモデルに搭載されている最新の2ピースで、はい、かなりあのデザイン的にもかっこよく仕上がってます。はい、なるほど。その缶自体は定番というかこっちのやつもあったんですか、はい、これは新型なんですか、ね、これは一応新型でこの 2,3 ヶ月ぐらいで出たっていう新型のモデルを採用してます。わかりました、はい、じゃあこれと同じものが2つ。そうです、まあ、この動画が上がってる翌日から、ね、翌日から、はい、来店販売。来店販売、来店販売、はい、リニューアルして店内ということですね。そうですね、わかりました。一応その記念がそういうリニューアル記念っていうのがあるので、はいはいはい、それがいいかなというふうに思います。わかりました、はい、じゃあ続きまして、はい、その周東選手の、はい、はい、こちらですね。こちらが周東選手の外野手用、うん、SPL っていう SPL、うん、で、まあ、周東選手自体はこのウェブではなくて、はい、あのお皿付きのウェブですね、はいはいはい、まあ、ブルーとピンク、あ、使ってましたね、はい、あれ WBC とかでも使ってたと思うんですけど、はい、あのウェブを搭載してます。で、なるほど、特徴がね、はい、まずよく出てるのはこの SPB と ST39 なんですけど、一番右下にあります、一番でかい。お、じゃあ
はい、一番でかくて一番深い、はい、っていうモデルになります。で深さなんですけど、はい、ちょっとまだ肩がついてないのでちょっと分かりにくいですが、はい、ちょっとこう斜めに深い、斜めに深い、そうですね、こうなのであの周東選手が使われてるあのウェブと結構相性が良くて、あれ若干ひねり入るんですよね。あ、その代わり中でしっかりボールが遊ばないというか、しっかり掴めるというのがあるので、そういった感じの新型になります。この前ゴリスポがスラッガーの動画撮ったんですけど、うん、はい、ゴリスポ的にはそのスラッガー自体がやっぱり浅いっていうイメージがあるって言ってたんですよ、うん、はいはい、この SPL はドータさん的に平均で見たらどの辺に入るんですか、その外野手の平均の深さがあったら。普通ぐらいだと思います。あのやっぱり久保田もそこまでむちゃくちゃ深いっていうのでもなく、はい、浅いすぎるってことももちろんないので、うんうん、あのその辺はやっぱり久保田らしいかなっていうのがあります。じゃあこの表だけ見たらもう超深いんじゃないかって思いますけど、うん、そんなにですね。あ、はい、でまあ、しっかりまあ挟み込めて取れるんですけど、必要以上に深いかっていうと、うん、そこまででもないかなって思います。結構それは大事ですよね、これだけ見たらもうあって、うん、めちゃくちゃもでかくてって思うかもしれないですけど、はい、まあ、平均よりもうちょっと深いです。深いじゃあこうぐらい、はいはい、っていう感じですね、はい、分かりました。あとは何かありますか、目玉というか最近のだと。目玉、こちらは何ですか。これあの限定で入ったキャメル系の和牛 JB のものなんですけど、はい、一応確認したらですね、はい、バウアー選手が使ってるシリーズがこの 001Y、 横の Y なんですけど、はいはい、T と Y があってこの横の型を使ってるらしいです。お、はい、じゃあサイズとかは一緒、あれですね、ウェブが、そうなんです、刀ウェブっていうのが、はい、一応あの最近オーダーでウェブ選んでいただけるようになったので、はい、この 001Y でその刀ウェブを選べばバワー選手みたいな。あ、じゃあ全く一緒になるんですか。そうです、同じのが選択できるっていうのがあって、じゃあ定番には出てきてないですよね、あのウェブは。このあのウェブはそうですね、出てきてないです、今の時点では。はい、分かりました。バワー選手はオレンジ、オレンジにね、確か水色かなんかの変化だったかなと思うんですけど。じゃあ完コピできるってことですか、はい、やろうと思えばあのできるみたいです。はい、じゃあファンの人必見っていう感じ。そうですね、分かりました、はい、ありがとうございます、はいはい、というわけでですね、今日は龍の限定グローブとその他自分が気になったというか新しく入ったものを紹介してもらいました、はいはい、途中にも言ったんですけど、その龍のグローブがこの動画が公開されている明日からということ で、 そうですね、購入は来店でと。そうですね、分かりました、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、というわけで引き続きまた何本取って帰るんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは今日の試合以上です。終わりでした。道は続いてこう。そして6月のプレゼント企画はこちらの軟式用水のグローバルエリートのインフィニティネオのグラブを1名様にプレゼントします。こちらは福袋企画で当たったものになりまして、自分が水もみ片付けをさせていただきました。キャッチボールとノックいけるくらいの良さになってますので、すぐに使用できるかなと思います。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選者の発表は7月1日の動画で行います。ぜひよろしくお願いします。